ロイ・レスター・シュナイダーは、アメリカ領、バージン諸島、セント・トーマス島出身の医師、政治家。第5代アメリカ領、バージン諸島高専知事。シュナイダーは1939年に、セント・トーマス島で生まれた。ハワード大学で学士号と、医学博士号を取得した。1966年から1968年まで、アメリカ合衆国陸軍の軍医として、 ベトナム戦争に従軍。その功績を称えられ、アメリカ合衆国からブロンズスターメダル、ベトナム共和国から第一位ベトナム名誉勲章と技術サービス名誉メダルを授与された。退役したシュナイダーは、故郷アメリカ領バージン諸島で医師として活動し、1977年から1987年までバージン諸島の保健長官を務めた。 1994年、副知事候補のケネスマップと共に無所属から知事選に立候補し、第5代知事に当選した。1999年、2期目の当選を目指したが、民主党のチャールズ・ウェズリー・ターンブルに敗れた。全米知事協会には共和党で登録されている。セント・トーマス党には、シュナイダーの名前が冠された、ロイ・レスター・シュナイダー病院がある。ありがとうございます。